はい、玉那覇直哉のパイロットになろう、今週も始まりました。番組ホストの玉那覇です。この番組は航空ファンの方々に少しでもお役に立てるようにと思って放送しております。航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びして、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しくお聞きして、航空ファンを増やすこと、パイロットを含む空のお仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるよう番組をお届けしていきたいと思っております。この番組は国内初の日本人 FAA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供で、コミュニティラジオ FM ギノワンと FM ミヤから放送しております。今日はパイロット資格をお持ちの客室乗務員、これだけでもびっくりですが、活躍の場がなんとアメリカ、しかも一般の人には馴染みがない、少なくとも私には縁がない、プライベートジェットの客室乗務員をされている、小島半奈さんにお越しいただきました。これだけの情報でも聞きたいことが山ほど出てきました。もうすでにですね、メールでの質問が来ております。どうしてパイロット資格を、プライベートジェットってどんな世界、プライベートジェットの CA ってどうやって就職したの、日本人が海外で活躍してるの他にいるの、まるでこんなところに日本人がというテレビ番組のディレクター目線で、興味津々なのきっと私だけではないはず。番組へのメッセージ質問は、ツイキャスライブ、フェイスブックライブ、FM ギノワンのメールまでお寄せください。メールアドレスは 797@fmギノワン.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。それではお昼までの約1時間ほどお付き合いください。って感じで始まりました。はい、これやろうと思って忘れちゃいました。出先はこちら。これ出てないし、出しとけばよかった。あ、次回から出しておこう。まだ慣れない初、これはなんだ、ストリームヤードなんでね、何もトラブルがないように。でもなかなかいい感じでしょ。ほら、ハンナさんの上にプライベートジェット客室乗務員をします、ハンナさん。そうですね。はい、やってますよ。はい。さあさあ、今日はいろんな話が聞けますよ。私はもうね、ちょっとだけ打ち合わせでも聞いたんで、これをまたいっぱい聞き出して聞けないことって約束どうしようかな。ピーって入れてください。ピーがない。生放送。まなみさんが多分スタジオギャーってなってるかもしれないけど。楽しみですね。多分ね、ツイキャスも見れてます。はい。Facebook のね、コメントも見てます。お、見れてます。藤田さん。お、来てます。美女登場です。玉那さん、鼻の下伸びきってますね。バレてますね。もう、コメント見れてますよ。はい。コメントってこれ多分出せるよな。ちょっと練習していい？ほら。おー。ほら。すごいすごい。すごい。ほら。おー。加藤ちゃんペット。はい、ぼちぼち CM 開けますね。はい。ちょっと慣れない作業でやりますけども。はい。はい、お待たせいたしました。今日のゲストはですね、冒頭お話ししたアメリカでプライベートジェットの客室乗務員をされている小島半奈です。半奈さんです、おはようございます。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ半奈さん、自己紹介を軽くお願いいたします。はい、今タマさんからご紹介いただきました。今、アメリカのロサンゼルスでプライベートジェットの客室乗務員として飛んでおります小島半奈と申します。皆さん今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アメリカでってことは、今じゃあ、放送されている場所、まあ、スタジオじゃないんですけども、今日は今アメリカなんですよね。はい、ちょっと急遽仕事が入ってしまって今、うん、マイアミにいます。今夜の9時になったところです。急遽入る。
まあ、これもプライベートジェットならではのあるあるだと思うんですけども、今日はいろいろお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず一番最初、私も思ったことです。先ほどね、コメント型藤田さんからご紹介いただいた、この小島杏奈さん。アメリカでプライベートジェット機の客室乗務員っていうのが、まあ、そもそも、あ、日本人が働いてるんだっていうのと、あ、プライベートジェット機にも、まあ、規模にもいるんですけども、客室乗務員いるんだっていうのはすごくびっくりしたんですけど、そもそも、ハンナさんが今いるポジションのちょっと遡ってですよ。日本でお生まれになって育ったんですよね。はい、そうです。で、そこから、どういう経緯を、で、このアメリカに行ってってお話聞きたいんですけど、そもそものきっかけっていうのは、どういうことがあったんですか？もともとアメリカに引っ越すきっかけというのが、はい、父がアメリカ人ということもあるんですけれども、うん、あと大学在学中にカリフォルニアのロングビーチというところに航空留学をしまして、パイロットの免許を取りに、でその、はい、最初はじゃあパイロット訓練がきっかけ？そうです。それで、大学の3年と4年の夏休みを利用して、ロサンゼルスのロングビーチというところに留学しました。1ヶ月ずつ。航空留学盛んなアメリカ、カリフォルニア、しかもロングビーチですよね。はい。それは、じゃあ最初はパイロットになりたいと思ってたんですか？というわけではなくて、ずっと小さい頃から客室乗務員になりたいと思っていたんですけれども、うん、やっぱり CA になるにあたって、ちょっと飛行機の知識が何もないっていうのはどうかなと思って、大学3、4年生の時にアメリカに航空留学をしました。普通そういう発想を聞いたことがないんですけど、周りの CA さんとかもあった、まあ、いろんなキャリアを持った方いらっしゃるんですけども、ハンナさんの場合は CA をやるんだったら、パイロットの資格を取ろうと。あまりないパターンかもしれないけど、すごいですね。で、じゃあそれでもちろん訓練入って大変だったこともあると思うんですけど、免許も取られたんですよね。はい、しっかり免許取りました。一応。しかもロングビーチで。しかもロングビーチですよね。あそこ結構トラフィックいっぱいいて、コミュニケーション大変じゃないですか。あ、でも私、初のソロクロカンから帰ってきたときに、タワーに怒られました。怒鳴られましたよ。大きい737とクラッシュしそうになって。で、それでもう、あとそのパイロット怖い、もう無理ってひるんじゃったのもあるんですけど。じゃあ、当然ソロもロングビーチでやられて。はい。で、どっかにクロカンで行って戻ってきたときにたまに怒られたと。そうなんです。皆さん大体そのスチューデントでソロの時って、うん、I'm a student pilot って言うと思うんですけど、すごいテンパってしまってそれを言うのを忘れて、うん、I'm a airline pilot って言いました。ジェットブルー、普通の旅客機が着陸するような一番大きいランウェイに案内されて、そこから自分のスクールまでの帰り方が分からなくなってしまって、はい、でランウェイの真ん中で私止まって、あ I'm lost って迷子になっちゃったって管制官に言ったんですよ。そしたら早く行けって言われて、でその後すぐ教官のところに管制官から電話がかかってきました。あ、忙しい空港ではありがちな。じゃあもう滑走路の真ん中に止まっちゃってしまってたわけですね。だから早くどけと。はい。あ、でもちゃんとそれで I'm lost って言えたのはいいですよね。そうですね。それ何も言わないと多分後ろから来るね、大きい飛行機が上空行って回されて、うん、新聞記事になってたかもしれないですね。確かに確かに。まあそういう経験というか、パイロットの資格を取って、まあ、きっかけが客室乗務員になりたいからパイロット資格を取って飛行機を勉強する。はい。で、それでやっぱり客室乗務員に応募されたわけですよね。はい、そうです。で、私はパイロットの資格を持ってるので飛行機も飛べます、客室乗務員になりますって言ったんですか？とは言ってないんですけど、
でも結構あのプライベートの免許を取るときでも習うあの CRM っていうクルーリソースマネジメント、うんうん、チームワークのなんだろうな小事業だったり、あとその自分はどういうタイプの人間なのか、自分は物事を理論的に考えられるのか、それともこう感情的に行動してしまうっていうタイプの人間なのかっていうクラスもあったので、結構それは、うん、あのなんだろう自己分析にもつながって、それは結構面接でもいいアピールポイントになりましたね。特にその CRM っていうチームプレーっていう点に関してはやっぱりキャビンとコックピット の連携っていうのはすごく大事なことなので、うん、はい、あ確かにね、そうですよね。そういうのをじゃあ実際面接とかで PR できると、おそらく周りのグループ面接であれば周りの客室乗務員候補生からすると、おこの人はっていうプレッシャーにもなるし、まあ採用からすると、あちゃんとそのコミュニケーションを知ってる人なんだというところで、うん、あのもうすごく PR って上がると思うんですけども、実際にその最初のじゃあ、いろいろ応募されて採用されて合格されたところはどこなんですか、言ってほしければ。日本にいるときはもちろん国内 の航空会社も受けましたし、中東あと他のアジア系も受けて、卒業のときにん消えたあれ消えた、花さんが消えた消えちゃったぞ、戻ったかな、あ戻った、はい、今大丈夫です。日本圏と、アジア圏、中東圏、はい、はい、大学卒業の時には中東の会社に一つ内定をいただいていたんですが、うんうん、その後別に、アメリカの航空会社のアメリカン航空という会社を受け直して、で、うん、そこからキャリアを始めました。あじゃあいろいろ、まあ、受験されて合格したんだけども、やっぱり最終的に決めたのがアメリカのアメリカン航空、あのアメリカン航空ですよね、一番でっかいというかアメリカのメジャーレガシーの大きいところですよ。はい、そうです。そこが一番最初の CA のキャリアのスタート。はい、まあある意味夢が叶ったわけですよ。そうですねでそこで何年ぐらいやられてたんですか。アメリカンでは3年間働いていました。どうでしたか、その夢に描いていた客室乗務員の 職業をもういきなりあのでっかいアメリカンエアラインで働いた時の感覚っていうのは。んやっぱり最初はすごくあの自分の夢をつかんだっていう感覚があってすごく嬉しかったんですけど、まあ、やっぱりどんな職業もそうだと思うんですけど、やっぱり働いているとその仕事の嫌な部分とかもっと違う世界を見たいなっていうあの思いも出てて、でそれでアメリカンで3年働いて転職して、うん、あの退職してプライベートの方に転職しました。これがまさに準備したエアラインからプライベートジェット業界に行った理由なんですけど、はい、もうそもそもエアラインに入って客室乗務員になることも大変なわけなんで、そこからプライベートジェット、まず同じ空を飛ぶ仕事であるんですけども、そもそも何が違ったからそこに行こうと思ったんですか。そもそも、まあ、エアラインっていうのはどんなにいいエアライン、例えば5スターって呼ばれている全日空さんであったり、シンガポール航空さん、エミレッツさんであっても、どんなにいいエアラインでもその会社の中でサービスっていうのがもう決められているんですね。やっぱりマニュアルがあって、ファーストクラスのサービスのマニュアル、ビジネスクラスのサービスのマニュアル、エコノミーのマニュアルっていうのが決められていて、でそれはそれですごくあのいいことだと思うんですよ。 そのお客様から期待されたサービスから外れるっていうことがあまりないので、うんうん、でも私はあのもうちょっとなんて言うんだろう、すごく自由な人間なので、自分がどちらかというともっとこうマニュアルに乗っ取らないサービスで、そのサービスっていうのを追求したときに、じゃあファーストクラスの上のサービスって何があるんだろうっていうのをちょっとその探求心が出てきてしまったのと、まあ、あとは、はい、あの
一般的な航空会社はチーフパーサーといって、例えばファーストクラスを担当される方、ビジネスクラスを担当される方って、それぞれ訓練だったり試験があるんですね、そこに行くまでの。ただアメリカン航空の場合はそれがなかったので、希望すれば誰でもファーストクラス、ビジネスクラスに行けるということだったので、それで、そうですね、まあ、ある意味ちょっと一度夢を達成してしまったというか。おお、しかも3年そっか。じゃあ普通だとそのステップを経ていろんな訓練とか試験とか審査とか経ていってファーストまで行くんだけども、アメリカン航空っていうその会社の体質からして、まあ行きたい人は行けるっていう、チャレンジしたい人はチャレンジしなさいっていう会社の風土があったので、そこももう極めてしまったんですね。そうですね素晴らしい。いや、でその時にでその時に例えばそこでね、プライベートジェットの業界を知らなければ、まあそこで多分終わったというか、そこにいたと思うんですけども、やはりプライベートジェットっていうのは違うぞっていう情報がきっと入ってきたんですよね、耳に。そうです。知人の方がプライベートジェットのパイロットをされていて、その方が彼の会社の、客室部の部長さんを紹介してくださって、うん、でその方から話を聞いて、じゃあよかったら、うちで働かないということで、そこから始まりました、すべてが。要はネットワーキングですね。ネットワークですね、すべてこの業界は。パイロットもそうなんですけど、やっぱり CA っていう職種もネットワーキングなんですね。そうなんです。じゃあそれはハンナさんのお仕事を、まあ、見ている、でハンナさんの人柄を知っているそのプライベートジェットのパイロットの方がお仕事を紹介してくださると。はい。それは一般的にこう公募されて多分ないのかなと思うんですけど、やっぱりネットワーキングでどんどん広がっていくわけですね。やっぱりまあプライベートジェットは一般的にあまり募集がされない業界っていうのもあるんですけど、募集されたとしてもだいたい採用される人数が1人か2人なので、うん、たまに募集は出るんですよ、一応一般の、うんうん、ただやっぱりその紹介が多いですね。なるほどなるほど。この人いいよ、仕事できるよっていう。いいですね。でそれでその方の紹介から今それが今のお仕事につながってるってことですか。そうですね。私はフリーランスなのでいろんな会社でも働いているんですけれども、でもそこをベースに今働いている会社にこうちょっとキャリアアップというか、そこはもう本当にベーシックな、本当にスタートアップの会社という形だったので、そこからまた徐々に、ね、はい、フリーランスの客室乗務員っていう言葉がまず私の頭には理解できないんですけども、会社に所属をしない、乗る飛行機は様々、乗る会社も様々っていうことなんですか。そうですね。ただその中でも、ね、メインのクライアント様っていうのはいらっしゃいますので、例えば私の場合は、うん、チャーターの会社に所属していて、フリーランスとして所属しているので、チャーターのフライトを担当することもありますし、うん、アメリカの大企業は結構社用機を持っている会社が多いので、うん、そちらでもメインで何社か今働いています。それはじゃあその所属されているフリーランスなので自分で仕事を探すんですか、それともどっかのマネジメント会社が花さん来月はこの会社行ってねっていうようなやり方なんですか。あ、もう全部自分で仕事を探す。自分で。はい。じゃあ本当にフリーランスの客室乗務員で自分で仕事を探して。そうなんです。乗る乗らない。しかもそれも。募集が出ないので、もう大体誰かから聞いて、パイロットから紹介っていう形でいついつないっていう、はい、それが一般的なんですか、それともめちゃめちゃ少ないパターンなんですか、ハンナさんがやられてるフリーランスの客室乗務員っていうの。半々ですね。私も1年間ぐらいフルタイムで働いていたこともあるんですけど、うん、ただやっぱりフリーランスの方がスケジュールに都合がつくというのと、うーん、
お給料的な面でも。すごいな。今いろいろメッセージが来てる。ちょっと一回メッセージをちょっと紹介しますね。はい。すごいな。あ、ちょっと消えたぞ。さっき一瞬消えましたよね。電話かかってきちゃった。ですね、まずはツイキャスからご紹介します。はい。ツイキャスもたくさん来ています。ありがとうございます。ですね、直屋さん、玉那さん、ハンナさん、まなみさん、こんにちは。まなみさん、後ろで一生懸命頑張ってます。ありがとうございます。かんぱちさん、こんにちは。なぎすけさん、こんにちは。さとぼさん、こんにちは。ありがとうございます。直屋さんから、いいな、マイアミ。僕はノースダコタって。今日は確かファーゴにいらっしゃるんですかね。で、カンパチさんから、飛ばせる CA すごいな、アクション映画のヒロインみたいというメッセージも来てます。そして名古屋さんからは、教会になってからでもロングビーチに行くときはタクシーウェイのことでかなり緊張してサンディーゴから行った記憶がありますという、もう本当にプロの教官の方でもロングビーチは緊張するんですよ。そこをですね、スチューデントパイロットでI'm lost! はい、龍神雅也さんからも来てますね。こんにちは、ありがとうございます。フリーランスってフリーアナウンサーみたいな感じですねって、まあ、今まさにね、そのフリーランスのお話をしたんですけども、発想がないんですよ。フリーランスの客室乗務員って職業は多分日本にはどうなんだろう、あるのかな、わかんないんですけども、でもアメリカでは半々ぐらいの方々がやってらっしゃるということですね。あとですね、メッセージ、なんだろう、FM ギノワンのメールでいただきました。玉那さん、花さん、おはようございます。石垣でドライブしながら聞いてます。キャプテンこと高橋です。プライベートジェットの世界、興味津々です。質問。食事とかお酒とか、特に長距離路線のラインのファーストクラスよりも豪華なんでしょうね。どういう内容なのか、ちょっと教えてください。って書いてます。食事。食事。機内食ですよね。機内食。はい。これは何をもって豪華と言ったらわからないんですけれども。あ、プラスチックのナイフじゃなければ豪華です、私は。それで OK。OK。どんな食事ですか？ですね、これは本当にお客様の好み、アレルギー、宗教上の理由、リクエストによって異なってくるので、大概には言えないんですけど、ただリクエストがあればキャビアでも10万円のシャンパンでもワインでも何でもご用意してお出しさせていただきます。あ、じゃあ事前にこういう食事が食べたいっていうリクエストが来るんですね。そうですね。で、リクエストがない場合は、私たちが考えて準備するという、うん、はい、形になります。これって、機内食って中で作るんですか？それとも作られたものを持ってくるんですか？どこまで機内でやるんですか？ですね、本当にこれも様々なんですけど、うん、私は機内で調理することもあります。ホットプレートっていう、なんか日本だとこうお家でお好み焼きを作るようなプレートが使える飛行機もあるので、ただこれは飛行機の電圧によっても変わってくるので、毎回というわけではないんですけど、それがあれば結構例えば朝食でしたらベーコンとスクランブルエッグ、オムレツだったり、それがあると鍋も使える場合があるので、パスタを茹でたり、うん、でソースも作ってステーキ焼いてとかもできますね。へえ、うん、確か前打ち合わせした時に、何、その面接の時に料理作れますかっていう質問があったって、結局それはそこにつながってくるってことですね。そうですね、料理作れました、作れますか、と盛り付けに自信がありますかっていうのと、まあ、あと機内で調理ができない場合は、ケータリング会社かレストランに頼んで、そこからお持ち帰りというか、空港にデリバリーしてもらうかという形になるので、うん、結構その、いいレストラン知ってますかとかっていうのも面接で聞かれました。
ああ、なるほど。で、普段なんかその調理をするための機械とかっていうのは、飛行機の中なのか、ジムでお持ちなのか、毎包丁なのかわかんないですけど、包丁持ち込めないか、どんなのがあるんですか？持ってます。あの、大体の飛行機は機内に置いてあるんですけど、私はフリーランスなので毎回乗る飛行機が違うので、結構自分がの愛用しているものを持ってないと結構あの不安になってしまうタイプなので、うんうん、これはインフライトサバイバルキット。名前があんまり良くないんですけど、ケータリング会社からもらったポーチでそのまま。はいはいはい。何が入ってるんですか？この中にはこれがあのシリコンのまだ使っていないまな板。あ、まな板。はい、予備で1枚入ってます。はいはいはい。結構小さくなるので便利で。え、まな板があるってことはナイフがあるんですか？あ、ナイフは機内にある。ちょっと確かにナイフ持ち歩いてたら危ないかなっていろいろ。失礼しました。失礼しました。はい。で、あとこれがあのチーズ。チーズにそれぞれこういう黒い黒板、うん、と、うん、そのチョークですね。あのちょっとしたチーズの盛り合わせとかを作るときにこれは何の種類ですよっていうのを書けるように、うん、ああ、盛り付けのときにあのちょっと乗ってるようなものを書くやつですか？はい。で、これも同じ盛り付けで、あの、はい、フードリングっていう、はい、なんか型取るような形みたいな形してますね。そうです、そうです。これにこう、うん、あの入れるとこう高くタワー状のものが。へえ。え、これで何を作るんですか？盛り付けるんですか？例えば、あの、うん、アヒ、マグロのタルタル。はあ、はあ、それすると、あの、刻んだマグロを下に置いて、うん、その上に刻んだアボカドを置いてっていう、結構あのハワイの方で結構出る料理なんですけど、うんうんうん、そういうのに結構便利で使ってますね。へー。あとこれが、これがあのお肉の温度計です。ステーキあるときに、はい。へー。しっかり温度調整して管理して。そうです、そうです。あの、そっか、お客さんにはレアがいいとか、ミディアムがいいとか、ウェルダンとかっていうのがあるわけですよね。はい。あと、これですね、一番大きい。これ何ですか？これは、あの、グレーターといって、はい。固形のパルメザンチーズを削ったり、え、それも機内でガシャ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 やるんですか？あ、そうです。ガシャガシャやってます。お客さんの前でこうやって。うわぁ、本当にじゃあレストランにいる感じですね。でもこれがすごく便利なのが、あの、うん、レモンやライムの皮も削れるので、ちょっとした苦味を出すときとか、板チョコ、はい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 、とデザートの飾りにしたりとかっていうので。へぇー。まあ、そうやって料理を本当に作ってお出しして、食べていただくお客さんっていうのは、プライベートジェットを乗る、まあ、おそらくテレビの方々、まあ、大企業の、もうトップの方々だと思うんですけども、やっぱり、なんだろう、素人的にはめちゃめちゃ緊張するんで、そういった方々にお出しして、ちゃんと食べてくれます？あ、皆さんちゃんとあの食べてくださいますけど、ただあの、一般的に皆さんプライベートジェットって聞くと、キャビア、フィレミニョン、高級シャンパンっていうのを皆さんイメージすると思うんですけれども、はいはい、実際は結構あの、なんだろう、もうささっと食べて休まれたいか仕事に集中されたいっていうお客様の方が、私のお客様はそういう方の方が多いので、結構あの本当にサンドイッチとサラダでおしまいっていう方もいらっしゃいます。もったいない。もったいない。へー、セレブの過ごし方違いますね。え、乗る方々って一人とかで乗ってるかしゃいらっしゃる方もいるんですか？あ、はい、いらっしゃいます。一人であのスペースを占有してささくっとサンドイッチを食べて仕事をする。そうですね。すごいな。ありがとうございます。
あっという間に、時間半分切れてしまったので、一回 CM をいた、入って、その後コメントがまた来ているので、ここでご紹介したいと思います。はい、すごいなぁ。せっかく、なんだろう。やっぱり貧乏にいいかな。せっかく乗るんだったら、もう、そこにあるアメニティーたりなんか全部使って、映画とかを見て、ご飯も食べてっていうのがあるんだけど、もう彼らはプライベート空間。そうですね。仕事したら寝てらっしゃるかどっちかなんですよね、きっと。そうですね。大体皆さん日中のフライトだと仕事されてますね。もうパソコン。じゃあ、その一人じゃなくて、例えば同じなんだろう同僚チームでやると、そこで会議とかやってるっていう。あ、そうです、そうです。はい。結構やっぱり気を使いますね、そういう時は。あまりなんか邪魔しちゃいけないかなと思って。もうそうすると私はこうギャレーで閉じこもってます。邪魔しないように。あ、そういう場所。ギャレー？そんなに大きくないですよね。ギャレーそんなに大きくないです。あ、でも基本飛行機の一機に客室乗務員は一人。はい。で、こう時々こうなんか様子を伺って。今日いただいた写真、Facebook の写真もあれは機内ですよね。あ、そうです。もうめちゃめちゃ、はい、めちゃめちゃセレブ感いっぱいの機内じゃないですか。結構席とかこう壁が白いと気を使うんですよ。結構コーヒーとか赤ワインが飛ぶので、あとボールペンのシミだったり。ああ。それはもし終わったらこう消す。それも仕事。清掃作業も仕事の一つ。はい。受け入れケータリング。え、もしかしてあれですか、赤い絨毯とか敷いてるんですか。赤い絨毯はないですけど、でも階段の下に絨毯は、はい、毎回敷いています、空港で。赤くはないですけど。はい、CM が開けたようです。ちょっと待ってくださいよ。はい、ありがとうございます。ですね、コメントも、メッセージも来てます。ちょっとご紹介しますね。高橋さん、花さん、今質問メールしました。今、着陸態勢に入ります。飛行機乗ってんのかな？このメールか。あ、違うか。はい。ですね。高松さんからも来てますね。高松さん、ありがとうございます。ランウェイに泊まって怒られるのはあるあるですし、高松さんおっしゃる通り、アイムロストを宣言できたのは良いことですね。ああ、よかった、はい。で、林さんからは、トランプのプライベートジェット757ですかって。ではない。ではない。ではない。だってやっぱりですね、同じく林さんからですけども、人脈と信頼性。やっぱりそこが大事なんですね。はい。藤田さんからも、まさに侍 CA さんというふうに命名されています。はい、ありがとうございます。新次さん、新次前田さんからもメッセージ来てますね。僕もビジネスジェットの老舗のクレイ・レイシーで勤務をしたときに、米国には時間を買う文化、があるということをビジネスセットを通じて理解しました、うん、確かにね、すごいですね。はい、高松さんも、はい、そうです。私も本当に高松さんのコメントまず見ますね。高松さん、 CM 中でも珍しく質問ぜね。相当個人的にプライベートジェットの世界に興味がありますね。あります。乗りましょう。乗りたい。多分みんな乗りたいと思ってる。あれは、変な話、お金を出せば乗れるわけですね。はい。はい、ということです。私も乗りたい。あ、そうか。仕事で乗ってるのだってやっぱり全然違うんですかね。はい、後ろに乗ってお酒飲みたいですもん。でもほら、例えばフェリーとかでお客さんがいない状態で乗ることってないんですか？あ、ありますけど、でもフェリーの時も仕事してます。なんか細かいところ掃除したりとか、備品管理して。ありがとうございます。
はい、コメントもありがとうございました。今度はメールご紹介します。FM ギノワンの、メールに寄ってきてます。ラジオネーム一丁さん、いつもありがとうございます。玉縄さん、花さん、こんにちは。マニュアルにはまらない探求心、すごい。本当思います。娘にもぜひハンナさんのルートを歩ませたいなと思いました。空港で迷子発信は親として失神しそうですけど。はい、ここから質問です。質問なんですが、プライベートジェットって富裕層な方のイメージがあるんですが、ハンナさんが今までに、こんなことってあるこんなことってあるのみたいなリッチなお話ってありますか？リッチなお話、あります。何ですか？数年前になるんですけど、ニューヨークからロサンゼルスまでワンちゃんだけのフライトをしたことがあります。一機、犬が4匹3匹か4匹、犬だけ、犬だけ、人間なし。ちょっとコーヒー飲んでいいですか？マジですか？じゃあそれはお客様が私のワンちゃんを連れてってって、プライベートジェット、はい、しかも長距離ですよね。そうですね、5時間くらい。それの時はワンちゃんにはどういったケータリングサービスするんですか？でもその時もすごい、すごい細かいケータリングのオーダーが来て、はい、普通のドッグフードではダメなので、そのローミート、ちゃんと鹿のお肉か何かを使った生のドッグフード、しかもオーガニックっていうのを用意してくれと言われました。へえ、それは客席にどういう状態でいるんですか、ワンちゃんは？テイクオフとランディングの時はちゃんとケージに入れて、しっかりその席に結んでおかない、シートベルトで結んでおかないといけないんですけど、はいはい、その後はもう機内で、もう話してくださいっていうふうに言われたので、はい、シートベルトサインが消えたらっていうふうに言われたので、一応アナウンスするんですか？シートベルト押してみてください。機長のアナウンスはないんですか？聞いてありがとう。あ、ブリーフィングもない。ありがとうございます。ということらしいです、一丁さん。すごいですね。セレブな話ですね。まだ続きありますよ、一丁さんから。今日も朝からハッピーなお話で、息子が大本命の企業の二次面接通過の報告が、おめでとうございます。ありがとうございます。パイロットになろうを聞き出してから、ハッピーなことがいっぱい起こって、パイロットになろうのサブタイトル、聞いたら幸せになるパイロットになろうでもいいかもしれません。ありがとうございます。いや、この番組本当ね、皆さんからたくさんたくさんパワーもらってます。ありがとうございます。はい、ですね、今日の告知の Facebook の告知でもご紹介したんですけども、ハンナさんはやっぱり自分でその客室乗務員とキャリアを構築されていらっしゃるので、そういう経験を踏まえて今後たくさんの方々にその道を歩んでほしいというお気持ちがあるらしいんですけども、もちろんプライベートジェット、その更新の育成もあるんですけども、今後、例えば、こういうことをしてみたいみたいな展望があれば、ぜひお聞かせください。はい。今、私は、計7年間、客室乗務員として飛んでおりまして、アメリカン航空で3年間で、プライベートジェットが今4年目になるんですが、これから先、まず、今日本にいらっしゃる今の学生さん、あと基礎通の方でも、これからやっぱり客室乗務員になりたい、どうしても夢を捨てられきれないという方のお手伝いをしたいと思っていて、でやっぱり皆さんどうしても最初は国内の航空会社っていうところから始まると思うんですが、国内の航空会社だけではなくって、今は外資にもいろいろな選択肢がありますし、特にこのプライベートジェットの業界というのは、まだ日本ではちょっと小さいかもしれないんですけれども、でもこれから、本来なら今年オリンピック、去年ですね、やるはずだったんですが、でもこれからそういうイベントごとに向けて、必ず将来性のある業界でもありますし、現にアジアの他の国、中国、香港、シンガポールではもう、プライベートジェットの業界というのはもうかなり進んでいるので、私はこれからそういう CA さん
将来的に客室乗務員になりたいと思っている方の手助けをしつつ、その日本のプライベートジェット業界の発展のお手伝いをしていきたいなと思っています。確かにおっしゃる通り、コロナになってからプライベートジェットの産業というか業界がすごく伸びてるっていうのはもういろんなニュースで見るんですけども、それを実際肌で感じてらっしゃって、その業界のネットワークでたくさんのところで採用されてるっていうことなんですよね。じゃあその客室乗務員をじゃあ目指したい、一番最初はいきなり外資のプライベートジェットって、ね、やっぱり今までの実績も経験もネットワークもない状態なので、まず最初の第一歩ってあるじゃないですか。はい。それって何をやったらいいんですか？私はまず英語だと思いますね。英語、英語は、まあ、客室乗務員だけでなく、もうどの仕事にも通じることだと思うんですけど、英語を勉強して損は絶対にないので、私はそうですね、学生時代もとりあえず学科は英文科だったんですけれども、実際に英語を、日本で生活していて英語を話す機会っていうのはあんまりなかったので、とりあえずまずは TOEIC の勉強をしました。で、 TOEIC は875点まで上げて、就活の時までに。で、それとは別に英語の、私はこれ結構他のところでもよく言ってるんですけど、お気に入りの洋画を見つけるんです。洋画の映画でもドラマでも何でもいいんですけど、内容を覚えるぐらい大好きな、で基本的にラブコメかコメディの方が内容が簡単なので覚えやすいんですけども、それを最初に、英語音声日本語字幕で何回も見て、内容を覚えた頃に英語音声英語字幕で見るんです。そうすると内容をもう覚えているから、英語だけが今度頭にすんなり入ってくるようになって、それを繰り返していくと耳が慣れるので、で耳を慣らすっていうことは外資系エアラインの英語の面接でもすごく大事なことなので、まずそういうところから始めていきたい、言っていただければと思います。確かにね、英語教育、まあ、我々の時代は本当に中学からしかなかったんですけども、今ではもう小学生からあるんですが、ただやっぱり日本の英語の勉強の仕方って、この話すっていう、聞く話す能力よりもどっちかというと、その書く、読むぐらいの力が重視されてるので、まあ、そういう意味では、聞く力が、その英語、映画の勉強法、例えば話すってどういう練習したらいいんですか？誰と話したらいいんですか？話すでね、難しい。なんか一番いいって言われるのは、なんか外国人の恋人作れとかってね、皆さん、私もそれが一番いいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、やっぱり生きた英語ってなると、その外国人のお友達を作る。で、できれば、鉛のない国の人の方がいいです。できればですけども。まあ、そうやって語学力をアップさせる、まあ、そこが第一ステップだとしたときに、その冒頭ね、ハンナさんがおっしゃったネットワークっていうときに、当然それまで構築されたハンナさんの、まあ、人脈もあるでしょうけども、その客室乗務員3年間やったときに、その自分をまあ磨いたわけですよね。まあ、自分が主にそのコミュニケーションとか、まあ、他の技術だとかっていろんな要素があると思うんですけども、今の学生のうちにできることってどういうのがあるんですかね？学生さんのうちにできることは、私が言えることは、もうとにかくいろんな人と会うこと。まあ、今ちょっとコロナで難しい部分もあると思うんですけど、いろんな年代の人、いろんな業界の人と会って話を聞いて、いろんな本を読んで、とりあえずいろんな情報をまず一回自分に取り込むっていうことがすごく大事だと思っていて、で、特にこれは今就活、これから就活する、まあ、あと就活真っただ中っていう学生さんにもお伝えしたいんですけども、今コロナですごく航空業界大変じゃないですか。ただ私が言いたいのは、そのもう航空業界しか行きたくないから就活浪人するっていうのはすごく避けていただきたくって、私の友人でも例えば金融系だったり保険の会社からCA に転職した友人も何人かいますし、
絶対なんかその一回社会に出て無駄にならない経験っていうのは絶対ないので、たとえそれがどんな仕事であっても、うん、なのでその CA だけに何て言うんだろう、集中せず、いろんな一回社会に出てちょっといろんな経験を積んでみてほしいなと思います。でそうすると新卒さんにはない何だろう、こう深みとかが出てきて、で既卒っていうのはそういう強みっていうのもあるので、うん、はい、とらわれないでください。なるほどなるほど。これはまあ、パイロットを目指す方々には常に言ってるんですけども、パイロットじゃなくて、もう人として普通にコミュニケーションが取れて、一緒に働きたいという人になりなさいっていう話をよく聞かされるので、まあ、それに通ずるものはあるのかなと思うんですけども、外資系の航空会社の客室乗務員っていうのは、既卒、新卒、あまりそういう分け隔てなく募集してるんですか？そうですね。あまり関係ないですね。外資。はい、であれば逆に、まあ、確かにコロナの時期ではあるんですけども、まあ、国内の航空会社が今いろんなニュースで、採用凍結という、とても残念なニュースがあるんですが、まあ、そんな中でもチャンスを見つけていろんな仕事をしながら、例えばハンナさんに連絡を取って、外資のこういう会社で募集があるから受けてみたらみたいな形でアドバイスもしていただけるんですよね、きっとね。あ、はい、履歴書やカバーレターも添削しますので、あと英語の質問がある場合でもいつでもお気軽に連絡ください。なるほどなるほど。でこれは実はですね、ここですよハンナさんのここね、ハンナさんの、ツイッターがあります。フライングガール0104ですね。今映像上ではツイッターの画面が出てますけども、音声でお聞きの方はフライングガール0104、フライングガールは英語のスペルです、そちらで検索していただけるとプライベートジェット客室乗務員、ハンナさんかな、出てますので、そちらにお問い合わせというかご相談いただいて、ぜひとも自分の夢を勝ち取っていただきたいなと思いますけど、多分そういう方が知らない人がたくさんいると思います。そもそも私も一応航空業いるんですけども、プライベートジェットっていう存在も知ってはいたんですけども、その中で働く人たちとあまり接点がなかったので、今回お話が来てすごく良かったです。で、まさかハンナさんが、そのプライベートジェットで働いてる方からの提案、を受けて、そこの業界に入った。もう本当にコネクションですもんね。うん、全部ネットワークですね、コネクション、うん、以前、ラジオに出ていただいた藤田キャプテンからも言われましたけども、Don't burn your bridge って言って、自分で構築した橋を燃やしちゃいけないっていうお話もありましたけども、やっぱりそれは社会に出て、一歩でも出ることによって培える技術、能力、ノウハウなのかなというふうに感じました。ありがとうございます。で、ちなみに現状ですよ、言える範囲というか、今現状コロナの状態でまだ募集をしてるっていうところはあるんですか、現状。今、実は日本で一社プライベートジェットの客室乗務員の募集をしているところがありまして、今年の夏から始まるのかな、プライベートジェットのシェアサービス、メンバーシップサービスの会社で、オープンスカイ、株式会社オープンスカイっていう会社だったと思うんですけれども、そちらが今一社日本の客室乗務員の募集を行っていますので、はい。すごいな、日本もプライベートジェットが上になるんだ。これからですね。これからですね。頑張りましょう。例えば海外、外資系で今募集しているっていうのはあるんですか？外資系のプライベートジェットですか？外資系の航空会社。航空会社は何社か、私が目にした中では何社かありますね。ただ既卒だったと思います。ちょっと詳しくは見てないのでちょっと分かりかねるんですけれども。でもそこは逆に既卒なんですね。あ、そうです。結構ヨーロッパ系の会社だと逆に既卒しか取らないっていう会社もあるみたいです。日本と違いますね。そうですね。まあ、やっぱり既卒、さっきね、花さんがおっしゃったように、既卒は既卒内の魅力があるじゃないですか。一般社会に出て、社会で揉まれて、その経験。それを、
まあ、CA さんとして活躍してほしいという意味では外資系もありなんですよね。ただ新卒のこうなんだろう、フレッシュさっていうのもね、なかなかいいですよね、うん、そうですよね、はい、これ海外で外資系に応募したいって言った時に、はい、まあ、私よくアメリカに就職するんだったらビザが必要だよって話もしますけど、はい、外資系の航空会社っていうのはそういったビザサポートっていうのはやるんですか？アメリカ以外はほとんど大丈夫です。ビザサポートをしてくれます。アメリカの航空会社ってなるとやっぱりグリーンカードか、うん、市民権ということになってしまってちょっと難しい、うん、そこでハードルが上がってしまうんですけれども、うん、日本の航空系のウェブサイトで募集をかけているような大手航空外資系航空会社だったら大丈夫です。ビザサポートしてくれます。じゃあそういうのも、アンテナを張って情報収集をして、はい、チャレンジをすると。はい、クルーネットっていうウェブサイトだったと思うんですけど、うん、ここに結構頻繁に募集が出ていて、でそれが募集が上がると自分のEメールに通知が来るようにもな確かできたと思うので、もしある方はそちらを参考にされるといいかもしれません。もうこれはぜひこちらのツイッターで確認をして、はい、情報収集して羽ばたいてほしいですね、はい、絶対コロナ禍とはいえ採用してるところは採用してるし、仮にオープンになったとしてもやっぱりネットワークというところ力がすごく大きいので、もう今の段階からネットワークを広げていくというのは大切だなと思います。ですね、Facebook のですね、メッセージもいろいろ来てますので、ちょっとご紹介しますね。さっき多分チャーターの話だと思うんですけども、藤田さんからはタイムイズマネーという考えが、文字通りありますよね、というところと、藤田さんから、たまな組のみんなでハンナさんの乗務の飛行機をチャーターして乗り越えましょうって、いうメッセージも来ています。ありがとうございます。はい。はい、で、あと先ほどお聞きした、藤田さんからね、将来の展望、このご自身のライフプロジェクトの話をお聞きしたときに、ぜひこの番組に出てほしいと思ったのです。あ、これね、実は私、朝の告知の、Facebook にもご紹介しましたけど、その時は名前を出さなかったんですけども、実は藤田さん、ラジオに出ていただいた、もうこの番組ではご存知だと思うんですけども、その藤田さんから実は、ハンナさんをご紹介いただきました。で、その時の藤田さんの感想として、将来の展望、このご自身、ハンナさんのライフプロジェクトの話をお聞きしたときに、ぜひこの番組で、みんなにお話してほしいと思ったんです。本当に良かったっていうのが藤田さんのご感想です。ありがとうございます。あとそうですね、映画の活用方法、勉強ですね。それも、僕のやった方法と同じです。で、服部恭子さんもありがとうございます。ハンナさん、素敵すぎですね。で、原田さんもギリ間に合ったって、今来たんですね。ありがとうございます。はい。そしたらですね、もう時間もですね、3分を切ってしまいましたね。早いですね。じゃあツイッターぜひ、これを見ていただいて、ハンナさんにご連絡を取っていただきたいなと思います。はい。本当に日本ではなかなか、ま、馴染みのない、プライベートジェットの世界。その中で活躍する、ハンナさんの直接お話を聞いてですね、面白いプライベートジェットの話、そしてそこに就職の道があるかもしれないという、夢のようなお話。で、客室乗務員を目指す方っていうのも本当に大勢いらっしゃいます。で、現在コロナ禍で夢を、断念された方もいると思うんですが、でも、いつか道は開けると、ネットワークを広げて頑張っていっていただきたいなと思っております。番組もですね、本当にあっという間の1時間ですね。たくさんコメントも、全員紹介できませんでした。本当に申し訳ございません。貴重な、こっちも実は来ていた。すいません。まだありますよ。ですね、乗務される機種ってやっぱりいっぱいあると思うんですけども、それなりに訓練が必要なんですよね。そうですね。はい。訓練は毎年行ってます。やっぱり勉強も、引き続き。でも、ハンナさんご自身免許持たれたので、何かあったら操縦するぞという意気込みで。また来られるかもしれない。はい。ありがとうございます。本当にたくさんのコメント、ありがとうございました。全員読むことはです。申し訳ございませんでした。本日のゲストは、
小島ハンナさんでした。貴重なお時間と、お話ありがとうございました。玉那覇直也のパイロットになろう。この番組は国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でお送りいたしました。それではまた来週です。どうもありがとうございました。さよなら。